行くぞ。はい、必要なものはグラニュー糖、水飴、ハサミ、温度計、バーナー、食紅、布手袋、ゴム手袋、アメランプ、シルパット、アメ細工のバラ。グラニュー糖 200g、 水飴 50g、 水 50g を鍋に入れて沸かしていきます。全体が沸騰して砂糖が溶けきったところで、水に溶いた食紅を入れていきます。温度計で測って175度になったら、火を止めてシルパットに流していきます。流した手で触ると手にひっついてしまうので少し待ちます。少し置いておくと外側から固まってくるので、外から内へとまとめていきます。時間がかかるので、ドライヤーの冷風で冷ましながら作業をします。柔らかすぎる状態で引っ張っても空気が入っていかないので、折りたたんで冷ましながら引っ張っていきます。この状態だとまだ引きが足りません。この飴を薄く伸ばしたら、向こう側が透けて見える、これは光を反射してないので、もう少し引っ張っていきます。いい感じに引けてきましたが、まだ表面がまだらです。これを引き伸ばして折りたたんで、均一にしていきます。薄く伸ばしても光を反射している状態です。飴を上に引き出していきます。引き出した飴の先端を薄く伸ばします。ここから作りたい大きさの花びらの形に引き伸ばし、ハサミでカットして丸めて形を作っていきます。これがバラの真ん中の芯の部分です。2周目は花びらを2枚作ります。3周目は花びらを3枚同じように作っていきます。はい、4周目は花びらを5枚作っていきますが、ここから少しずつ花びらを外に投げて花を開いた感じにしていきます。
5周目は花びらを7枚作りますが、先ほどの4周目よりも花びらを大きく曲げて、より開いたバラにしていきます。ちょっとこれだけでは寂しいので、もう一周7枚つけていきたいと思います。はい、これで完成です。横から見ると花びらがだんだん下がっていくように作ります。